小玉祐一はミュージックビデオや CM などの演出を手掛ける日本の映像ディレクター、ビビジョン代表。数多くの CM やシーナリンゴ、東京事変、アムロナミエ、パフュームなど様々なアーティストのミュージックビデオを手掛ける映像作家で実写に CG やアニメーションなど様々な技術を違和感なく自然に組み合わせる映像を得意とする。それ以外にも、 vj やライブの演出も行う。新潟県立新潟高等学校卒。科学者を目指すべく、東北大学理学部に進学するも、大学2年生の時に映像に興味を持ち、独学で映像制作を学んで作品作りを始める。大学卒業後、広告業界に入れば、映像関係の仕事ができると考え、東京の広告代理店に就職する。しかし、新聞、 雑誌の広告スペースの仕入れを担当する媒体部に配属され、制作に携わる部署には行けなかった。そのため、一年ほどして退社してフリーになり、個人でモーショングラフィックスを手掛けるようになる。一旦学生時代を過ごした仙台へ戻り、地元ローカルの若者向けテレビ番組や CM の制作に携わる。企画から撮影、編集、 テロップまで一人でやって当たり前という DIY が現場で経験を積んでいる時にスペースシャワー TV で番組をやらないかという話があり、再度東京に拠点を移して番組制作を担当することになる。そこで知り合ったレコード会社の人間からミュージックビデオの仕事のオファーを受けるようになり、以後フリーディレクターとしてミュージックビデオや CM などの演出を手掛けるようになる。 2006年より映像クリエイティブ集団キャビアに所属。2008年映像ディレクターを務めたユニクロのウェブ広告アンエクロックがカンヌ国際広告祭、クリオ賞、ワン賞の世界三大広告賞すべてのインターネット部門でグランプリを受賞。特にカンヌ広告祭のチタニウム部門はテレビ CM から新聞、屋外広告まですべてを含めた 広告全体のグランプリとも言える賞であり、大会の事務局側が審査員を全員選出するという唯一の部門なので、日本人の審査員もいなかったという。2013年9月、ビビジョンを設立。2016年8月21日に行われたリオ、五輪閉会式の五輪期の引き継ぎ式における時期、開催地の東京を紹介するパートで、制作チームのチーフ映像ディレクターとして、 ドラえもんやスーパーマリオなどの日本のアニメやゲームのキャラクターとアスリートが共演する映像を手掛けるミュージックビデオ CM その他ありがとうございます